ベアトリーチ、先ほどから呼んでおる。聞こえなんだか？そうであったか。すまぬ、ぼんやり考え事をしていた。許せ。良い天気だな。なるほど、陽気に心を奪われるのもわかるというもの。紅茶はここで飲むか。今、紅茶を持ってくる。しばし待て。紅茶は良い。わらわの話に付き合え。うん、よかろう。今日まで答えてくれた者はおらぬ。なぜか皆目をそらし、はぐらかす。そなたとは長い仲だ。わらわはそなたを無二の友であり、そして父ですらあると思っておる。だからどうか教えてほしい。そなたは知っているはずだ、わらわが何者であるかを。なぜにそのようなことが気になるのか。そなたはベアトリーチ、この屋敷の主ではないか。それ以上の何を知りたいというのか。なんだ、何が知りたいのか自分でもわからぬというのか。それは不可解な。若き日には出口なき思考の迷路にて遊びたくなることもある。そなたの悩みもそれであろう。やはりそなたもそれを語ってはくれぬのか。語ることなど何もない。そなたはベアトリーチェだ。それで十分ではないか。いや違う、わらわが知りたいのは名前ではない。わらわが何者なのかだ。わらわは誰で、何で、いつからここにいて、そしていつまでここで日々を過ごせばよいのか。やはり紅茶を持ってこよう。せっかくの陽気がもったいないとは思わぬか。これは何の話だ。どうやらお前の昔話のようだな。そのようだ。まさかここまで遡るとは。自分は誰なのかとは。えらく高尚な悩みをお持ちのようじゃねえか。無
無理もない。当時のわらわは自分が何者なのか、何のために生きているのかを理解できなかった。ま、誰でも思春期になると自分の生きる意味とは何ぞやみたいな哲学的な悩みに一度は囚われるものさ。お前にもそんな微笑ましい時期があっただけという話だろ。わらわは生まれた時からその屋敷におった。そして屋敷の中だけで生きた。もちろん庭には出られたが、敷地はとても高い柵で囲まれており、それを出ることはできず、また出てはならないと厳しく言われておった。わらわはな、屋敷と庭は自由に歩けたが、その外へは自らの意志ではたった一歩出ることさえかなわなかった。そりゃどういう意味だよ。物心ついた時からずっとカゴの鳥だったって言いたいのか。そういうものだと思う。何しろ気づいた時からそういう生活だったから疑問にも思わなかった。お前一体何者なんだ。それよ、それこそわらわもまた望んだものだ。どうせ人間ではなくて魔女でしたって言いやがるんだろ。いや違う、まだ違う。いや、かつてそうだったと言うべきか。わらわは金蔵によって作られた、人間によって作られた人間だ。いや、肉でできた檻とでも言うべきか。なんだよそりゃ、妙な話を言い出しやがって。どうせそなたは信じぬだろうがな。まずは聞け。わらわは千年を経た偉大なる魔女であった。しかしある時、金蔵によって呼び出され、その秘術にて永遠の虜となるよう縛られた。そりゃ初耳だぞ。後宮家で知られてる話では、お前は爺様に呼び出されて悪魔の契約みたいなのを結んで黄金を授けたってことになってるぜ。それは正しい。そしてわらわは黄金を授け、契約の終わる時まで姿を消すはずだ。しかし、まあモテる女の辛いとこよな。金蔵はこともあろうかわらわに恋をした。じい様も金眼が進んでたんだろうよ。ついでに乱視だな。よりによってお前に惚れるとはよ。まあわらわにとっては迷惑この上ない話よ。しかし人間の力とは恐ろしいものでな。あれは恐ろしい力を発揮してわらわをこの地へ釘付けにしたのだ。わらわが首を縦に振らぬ限り解放せぬと言って、なんとも強引な男よ。すげえじゃねえかよ。爺様がオカルトかぶれなのは誰もが知るところだが、大魔女ベアトリーチェ様を釘付けにするほどの力があったとはな。へっ、バカバカしい。そんなおかしな話信じると思うか。やはり信じぬか。俺が信じるのはお前が森の中の秘密屋敷に隠居していたって事実だけだ。お前こそが六軒島の中級人目なんだろう。いかにも、そなたの想像通り、ここは六軒島の森深く、外界からは見つけることもかなわぬ隠し屋敷。その名もクワドリア。そういや、ゲストハウスの正しい名はトライアンだって聞いたな。なるほど、ネーミングセンスは近いな。そしてお前はそこに隠居していた爺様の愛人。そうだな。愛人というのは正しくない。
金蔵の片思いであったと言うべきだろう。先ほども話したであろう。あれが勝手にわらわに惚れた。そしてわらわに求愛したが、それをわらわは拒んだ。そしてわらわをこの隠し屋敷へ閉じ込めたのだ。いや、屋敷に閉じ込めたというのは正しくないが、この体に閉じ込めた。最後が何を言ってるのかわかんねえぜ。どうせそなたはバカにして聞かぬであろう。何しろ魔女も魔法も信じぬという。語れど聞く耳を持たぬというならば、それを口にするは愚の骨頂だ。信じるかどうかは俺が判断するぜ。聞かなきゃ話も進まねえしな。話せよ、お前の昔話を。金蔵はわらわに求愛を拒まれたが、それ式でへこたれる男ではない。どうあってもわらわの首を縦に振らせたかった。わらわをこの屋敷へ閉じ込め、わらわを口説き落とそうと永遠の時間を費やしたのだ。強引なやつだな。しつこい男は嫌われるだろ。求愛に応えるかどうかは別にして、男をそこまで必死にさせるのは、まあ女としてそう不愉快ではない。しかしわらわは決して首を縦には振らなかった。なんとかその戒めから逃れようとしたが、あれの結界は強固で破れなかった。それで様々な抵抗を試みた結果、金蔵の結界から逃れるには肉の体を捨てるほかないという結論に至った。肉体というものは魔法を語る上でとても制約の多い器なのだ。肉の体を捨てる？なんだよそれ。幽体離脱みたいなものか。まあそんなものと考えればよい。しかしわらわは精霊ではない。魔女ではあっても、もともとは肉の体で生まれ落ちた人間だ。そのわらわにとって肉体を捨てるということは、死を意味するほどではないにしても、それに準ずる覚悟が必要だった。それはつまり自殺することでしか解放されないと決意したって意味なのか。自殺ではない。あくまでも肉の体を捨てるだけのことだ。もちろん魂だけになるのは心もとない。魂は肉の体を出れば太陽の強い風に絶えずさらされてしまう。それによって吹き散らされないように自らを維持するのはわらわとて容易なことではない。できることなら避けたい最後の手段だった。しかし金蔵の結界から逃れるにはそれしかなかったのだ。何しろわらわは自由人。金蔵の精が果てるまでカゴにて飼われるのはごめんというもの。それで自殺したってのか。何を言ってやがる。どうのお前はそこでのんびりガーデンチェアに腰掛けてるじゃねえか。そうだ、それこそが金蔵によって与えられた新たな檻だったのだ。檻？この屋敷のことか。違う、そこのガーデンチェアにてくつろぐわらわの体のことだ。金蔵は魂となって抜け出そうとしたわらわを、それでもなお逃すつもりはなかったのだ。いやいや、恐ろしいやつ。普通は片思いの女が死んでみせれば百年の恋も冷めるであろうに。だからこそあれも魔術師の端くれなのか。
さっぱりわからねえ魔女っ子トークで煙に巻くな。つまり、なんだってんだ。金蔵は、魂となったわらわすらも逃さなかったということだ。人間の思いというやつは恐ろしい。これほどまでの魔力を発揮するとは。死者の魂をつなぎ止めるなど、それを専門に求道する魔術師でもおいそれと至れぬ境地よ。わらわはそれを知るからこそ、金蔵の恐るべき魔力をその時初めて驚愕した。そして金蔵はわらわの魂を捕まえ連れ戻したのだ。だが魂を捕らえておく檻は鉄でも鉛でも作れない。ただ一つを除いて。なんだよ、魔法の檻だとでも言い出すのかよ。違う、わらわやそなたのようなこの肉の体だ。肉と血でできた檻だけが魂をこの世につなぎ止め、金蔵はわらわの魂をわらわとうり二つに作り上げた肉の檻に再び閉じ込めたのだ。ようやくするとこういうことか。爺様がしつこく求愛するんで嫌になり自殺したが、うまく死にきれなかったってことだろう。回りくどい言い方しやがってからに。いいや違う、わらわはホムンクルスの種子に魂を閉じ込められ、試験管の中より生まれ入れたのだ。はあ、バカバカしい、そんなのあるわけねえだろ。生命を生み出す奇跡すらも金蔵は成し遂げたのだ。わらわの魂を閉じ込める檻にするためだけにな。己の恋心だけでこれほどの魔力を見せるとは、つくづく恐ろしいやつよ。ああ、もうさすがにバカバカしくなってきたぜ。好きなだけ言ってろってんだ。俺は何も信じねえぜ。勝手にやってやがれってんだ。なんだその不愉快な態度は。最初は何か重大なヒントが隠されているだろうと多少の興味を示したが、聞けば聞くほどおかしな話になっていく。魔女を否定するゲームのはずなのに、いつの間にか魔女話を鵜呑みにさせられていく気がするぜ。悪いがこれ以上耳を貸す気はねえな。勝手に好きなだけほざいてろよ。耳クソでもほじってるからよ。ま、信じる気は毛頭ねえけどよ。続けろよ。お茶菓子代わりに聞いてやるぜ。わらわの身の上話が茶化扱いとはな。そこまでこき下ろされてまでのこのこ語ると思うか。お嬢様の魂は捕らえられ、新しい生命の檻に吹き込まれました。それはつまりお嬢様が再び人間として生を受けたということです。ロノエ、もうその話はよい。こやつはバカバカしくて危険と言うでな。わらわもバカバカしくて話す気にもならん。新しいクッキーを今焼かせているところでございます。それまでお茶菓子代わりにお嬢様の昔話がちょうどいいかと思いまして。
もうわらわの話は良いというのに。揃って不愉快な奴らだ。わらわは席を外すぞ。ロノエ、給仕を済ませたらとっとと下がるのだぞ。バトラと無駄話などするでないぞ。かしこまりました。努力いたします。なんだか俺が怒らせたみたいで気分が悪いぜ。ご自覚があられるようですので、これ以上申し上げることはございませんよ。ちょっと待てよ、とどめを刺したのはお前だろうが。はて、何のことやら。お砂糖とミルクはいかがですかな。ミルクだけでいいぜ。あとお茶菓子も欲しいな。クッキーが焼けるにはまだ時間がかかりますよ。チャカの代わりがあるって言ったぜ。かしこまりました。ご清聴をいただけるのでしたら続きをお話しいたします。ホムンクルスがなんとかって言ったな。一応は知ってるぜ。あれだろ、錬金術だかで作り出す人造人間のことだろ。はい。お嬢様の魂はホムンクルスに閉じ込められ、再び赤子となって生を受け、この世に蘇ったのです。しかし、赤子でございますから、金蔵様が愛を語ろうとも、それは無駄なことでございます。まさか、爺様はその赤ん坊をこの隠し屋敷に、同じ年に成長するまで閉じ込めたってのか。はい。そのまさかでございます。しかし魂は同じといえど、人間の魂はその器に強く影響を受けます。お嬢様はかつての記憶を全て失われ、ごく普通の人間の少女として成長されました。それが、そこのガーデンチェアに座ってるベアードだってのか。はい、その通りでございます。まさに瓜二つに成長なされました。しかし魔女としての力は持ち合わせておりません。あくまでも人間としてのお嬢様なのです。六軒島の森の中にはクワドリアンという隠し屋敷が実在します。それが今話をしていた場所です。赤これでも悪魔の端くれでございますので、お嬢様には
内緒にしてくださいね。ああ。このクアドリアンの庭でくつろいでるベアドとさっきのじい様との会話は真実なのか？はい、真実です。かつて実際にこの場所でお二人はこのような会話をなされました。助かるぜ。さらに赤で頼む。あいつホムンクルスから生まれたなんて言いやがったが、そんな非科学的な魔法的存在実在するのか？その問いかけにはお答えできません。理由はステイルメイトになるからでございます。ステイルメイト？なんだそりゃ。チェスの用語で千日手のパーペチュアルと同様に、それ以上のゲーム進行が不可能になる宣言です。これは千日手とは正反対で、指し手がなくなる、ある種の手詰まりの状態を指します。パーペチュアルに同じで、チェスではこれを引き分けにしております。ただしお嬢様とバトラ様のゲームでは引き分けがございません。ですのでステイルメイトになる質問には赤でお答えすることができないのです。よくわからねえこと言って煙に巻いてるが、つまりホモンクルスなんて魔法的存在が実在するって赤で言えないからごまかしてるだけなんだろ？仮に私が赤で魔女は実在すると言ったら、バトラ様はどういたしますか？それを信じるか信じないかで俺たちは大喧嘩してるんじゃねえかよ。それを言われちまったら身も蓋もないぜ。ゲームオーバーだ。魔女は存在すると赤で申し上げたなら、バトラ様には反論の余地がありません。しかしバトラ様はその理由が示されない以上、それを受け入れないでしょう。しかし赤で語られる以上、反論の余地もなく証拠も示されない。この場合バトラ様は敗北を認められないにもかかわらず、反論の手がなく手詰まりとなってしまいます。チェックメイトされていないにもかかわらず、次なる指し手が存在しない。バトラ様が次の一手を打てない以上、お嬢様に手番が回ってくることはなく、ゲームはそこで永遠に止まってしまう。その結果お嬢様があなたを屈服させることもできない。これが手詰まりの状態です。それを回避するため、このような形になるご質問には赤でお答えすることができないのです。早い話が、身も蓋もない質問は禁止だと、そう言いたいわけだな。まあそりゃそうだよな。赤で魔女は実在するって言われちまったら、俺は鼻からお手上げだぜ。ご理解いただけて助かります。他の形の質問でしたらご協力できるかと思いますよ。奴がはぐらかした復唱要求には答えられるか？この島の人数だ。お嬢様が保留されている復唱要求にももちろん答えられませんよ。お嬢様の家具でございますので、出過ぎた真似はできかねます。一瞬でも使えるやつと思ったのによ。諦めて他の質問を探すか。そうだ、大事なことを確認するのを忘れてた。これはベアとの思い出話なんだろ？いつの話なんだ？まさか現在ってことはないだろ？はい、ここは1967年の世界、19年前の世界でございます。
混乱してきたぜ。いずれにせよ、憶測の息を出ない。確実に赤で言えることは、1967年の六軒島の隠し屋敷に、人間としてのベアトリーチェが存在した。それだけだ。その通りでございます。1967年の六軒島の隠し屋敷に、人間としてのベアトリーチェ様が存在した。ああ、サンキュー。助かるぜ。おめでとうございます。これでバトラ様の19人目の駒は、その存在がはっきりしました。バトラ様が熱望された18人以外に罪をなすりつけられる19人目の人間。いかなる罪をもなすりつけることのできる生贄の羊。それがお嬢様とは実に愉快。そうだ、ローザおばさんは言った。ベアトリーチェは死んだ？私が殺した？どういう意味なんだ？それは私の口から語るよりも、実際に顛末をご覧になった方が早いでしょう。少々時計を進めましょう。ラノウェ様、まだこちらにおられましたか。ベアトリーチェ様が至急お呼びです。はって、至急のどのようなご用やら。少々バトラ様とのおしゃべりが過ぎたようですね。それではバトラ様、私めはこれで失礼させていただきます。どうか引き続きお嬢様とのゲームをお楽しみください。えいえい、せいぜい楽しむぜ。あんたはデアトより話が弾むからな。赤も気前よく使ってくれるしよ。ぜひまたおしゃべりに来いよな。バトラ様、私めもこう見えてもお嬢様の家具。お嬢様が望まぬことはできません。私が語った赤は本来ならお嬢様が自らの口で語るべきもの。へそを曲げてしまわれたお嬢様に代わって赤き真実を披露したにすぎません。やっぱあれ、へそを曲げてたよな。ロノウェ様、ベアトリーチェ様をお待たせしております。お急ぎを。ええ、直ちに参ります。それではバトラ様、後ほど。ようやく仲良くなれてきましたね。やはり良い友人になれる気がします。ベアとの陰口仲間ってことならな。ロノウェ様。はいはい、それでは失礼いたします。煉獄の七杭が長女のこの私がこの程度の用事で呼びつけられるなんて。ベアトリーチェ様もこの程度なら他の暇そうな妹たちに言いつければいいのに。何をカリカリしてんだよ姉ちゃん。腹減ってんならクッキーでも食えよ。最後の一枚をくれてやるぜ。ふん、気が利くじゃない。なら一ついただこうかしら。ありがとう。
姉ちゃん、そろそろ爪を切った方がいいぜ。ルシファーよ、それが誇り高き私の名。ベアトリーチェ様にお仕えする名誉ある家具、煉獄の七杭が長女。他の面汚しな愚昧どもとは訳が違うの。それに見合った敬意を示さないと後悔することになるわよ。どう後悔するんだか、俺には見当もつかねえぜ。バカな子ね。そんなに遊んでほしいの？そんなに忘れられないの？私の杭を思いっきり奥の奥までねじ込んで、たっぷりえぐって楽しませてあげるわよ。クソったれ、いつか押し倒して同じセリフを言ってやるぜ。あら、そう、楽しみにしてるわね。あれはいくつの時だったのかしら。多分中学生か。よく覚えてない。とにかくそのくらいの頃だったと思うわ。ってことはだいたい20年くらい前ってとこか。あの頃の私はあまり成績が良くなくて、いつもお母様に怒られてばかりだった。私なりに努力していたつもりだったんだけど、お母様の期待には全然応えられなくて。母上はローザにも随分厳しかったな。当時は同情していたよ。ふっ、陰口ばっかだったくせによく言うわね。予算かエヴァ。それでローザさんはどこでベアトリーチェに会ったんや。秀吉さん、今はせかしてはダメよ。いいのよ、ローザさん、楽に話して。ありがとう。あれはお母様に特にひどく叱られた日よ。いなくなりたかったの。あるいはいなくなることによって親を心配させたいという子供なりの反抗だったのかも。私は森の遥か奥に行けば後ろ宮の家から逃れられる、あるいは迷子になって心配させることで仕返しができると子供ながらに思ったの。それで行ってはいけないと言われていた森に。ええ、浜辺へ出てから海に沿うように。特に理由があったわけじゃないけれど、島をぐるりと回ればその反対側には誰も知らない場所があって、私だけの隠れ家になるような気がしたの。浜辺からぐるっとってのは無理だな。途中で崖になっちまうだろう。あんなとこ通れるわけがねえぜ。もちろんよ。だから通れる方へ通れる方へ、とにかく
奥へ奥へ進んだわ。道なんかないひどい森だったけど、あの時の私にはそれが心地よかったの。それほどの険しい森を抜けたなら、その分後ろ宮家から逃れられるって、そんな気持ちだったの。情けないわね。成績で叱られたならその分努力すればいいのに。それを言ってはいかんね。その代わりローザにはデザイナーとしての才能があったじゃないか。よせよ、今は嫌味を言ってる場合じゃねえぜ。そして偶然たどり着いちまったんだ、ベアトリーチェの隠し屋敷。どのくらい歩いたんや？地図で場所は示せるんか？夏至さん、この島の地図はあるかいな？いえ、今ここにはありませんが。無理よ、適当に歩いただけだもの。地図を見せられたってわからないわ。それにあれから20年も経ってる。多分森へ行っても二度とたどり着けないわ。六軒島はこの屋敷の周りが整地されているだけに過ぎねえ。他は完全に未開で、全頭測量は相当の手間がかかるだろうな。でも確かに存在すると分かっただけでも収穫よ。お金はかかるだろうけど、例えば航空写真の会社に調査を頼むとか、このお屋敷を建設した業者に当時のことを聞くとか、調べる方法はあるかもしれないわね。そうね、あるかないかもわからないものを探すよりはまだ方法があるはずよ。早速調べる価値があるだろう。その調査は兄弟合同でやるわよ。兄さん一人ではさせないわ。兄貴たち、今はよせよ。ローザ、続きを話してくれ。屋敷だったの。あれが
私たちの言う隠し屋敷なのかはわからない。でも少なくとも私たちの知る場所ではなかったわ。そなたは誰か、新しい庭師なのか？ごめんなさい。勝手にお庭に立ち入って、すみません。そなたは誰か、名乗るがよい。後ろ宮ローザと言います。後ろ宮、ほう、金蔵の一族の人間なのか。はい、金蔵の娘です。こんにちは。座るがよい。初めて訪れた者を庭へ招き語らうのがわらわの唯一の楽しみよ。他に何の楽しみもないがな。あの森の魔女ベアトリーチェですか？いかにも、わらわがベアトリーチェである。やはりな、ベアトリーチェは実在したんだ。その姿はまさに肖像画の。ええ、まさにあの肖像画の通りよ。お父さんの想像の中の魔女じゃなかったんやな。それであなたは彼女と何を話したの？彼女はお茶を入れながら私のことをいろいろと聞いたわ。まず森を抜けてやってきたことを驚かれた。彼女は柵の外には危険な狼がたくさんいると信じていたみたいだった。だから私が森を抜けてたどり着いたと言ったらとても驚いていたわ。どうやって狼から逃れたのか、ビスケットを渡して許してもらったのか、それとも
魔法の街灯をかぶってなんて感じのことを言ってたっけ。そりゃ確かに魔女っぽいわな。面白いお人や。あなた黙って。ずいぶん昔だけど、お父様は森には狼が住んでいるから近寄ってはならないって私たちを脅さなかった？ああ、そんなこともあったな。馬鹿らしいね。日本の狼はとっくの昔に絶滅しているというのに。まさに子供騙しだな。記憶にねえな、そんな話。親父に聞かされたっけ？森には魔女だろ？狼なんて話聞いたことないぜ。あんたがまだ小学校だった頃よ。覚えてない？そしたらあんた、むしろ狼を撫でてみたいなんて言い出すもんだから、お父様はすぐに狼の話を引っ込めて魔女の話に切り替えたのよ。もうその嘘っぽいことと言ったら。当時のルドルフには狼よりも魔女の話の方が適面だったね。よく覚えているよ。私の背中にしがみついた夜があったことを覚えているかね。ルドルフさんにもそんな可愛らしい時代があったのね。うるせえな、子供の頃の話だぜ。まあとにかく、ベアトリーチェを閉じ込めていたのがお父さんなら、同じ狼の話をするのは道理ね。彼にとって六軒島の広大な森は、後宮家と愛人の屋敷という相入れない二つの異世界を分断する越えてはならない壁だったのだから。柵の高さを考えると、どうやら親父殿は庭ごと丸々を座敷牢にしたようだな。さながら二つの世界を分ける国境も同然だったのだろう。狼はともかく、野犬の類でもいたのではありませんか？そのための柵だったかもしれません。六軒島に狼も野犬もいないわ。その柵は兄さんやキリエさんの言うように、ベアトリーチェと私たちの間の国境だったんでしょうね。しかし狼の話を素直に信じるなんて、なんちゅうか純朴やな。わしの想像していた魔女とは随分違う感じやで。そうね、それは私も感じたわ。とても尊大で、確かに魔女のイメージ通りの人だったんだけど、どこかとても子供っぽくて、なんていうのか、素直すぎるというか、世間知らずな印象を受けたわ。例えるなら、本当におとぎの国の人みたいというか、本当に不思議な人だったわ。それからどうしたんだ？親父の話とかは出たのか？ええ、何日かに一度。約束されている日もあれば突然の日もあったそうだけど、ふらりとお父様が訪れては一緒にお茶を飲んだり散歩したりしたんですって。私が訪れたその日はたまたま彼女一人だったと言っていたわ。なるほどな、まさに愛人といったところだ。やれやれ、いくつ年下か知らんが、親父殿もやるね。いかがわしい意味での交流はなかったと確信しています。バカね、男と女の王政に色気がないはずないじゃない。それでどうしたの？それから何の話を？私の自己紹介をしたので逆に彼女のことを質問したわ。そうしたら急に雰囲気が落ち込んでしまったの。なんていうのか、とても気だるそうな、寂しそうな。私が初めて彼女の顔を見た時に浮かべていたのと同じ表情だった。まあ秘密の愛人だからな、好き勝手に歩かれてお袋に見つかっちまったらことだ。
きっと軟禁に近い状態だったろう。綺麗なドレスに綺麗な屋敷や庭があってもさぞや窮屈な思いをしてたんだろうぜ。そりゃ苦労もあったろうさ。それで？彼女はきっと何か悩みがあった。それを私に話したところで何の解決にもならないというような雰囲気が読み取れて、私もとても悲しかったのを覚えてる。私と一緒にいることさえ忘れてしまったかのようで、遠くをぼんやり見ながらずっとずっと無言でいたわ。私はきっと失言してしまったに違いないと思ったんだけど、謝罪の言葉すらも口にしていいような雰囲気じゃなくて、だから私も彼女が私と一緒にいることを思い出してくれるまでずっとずっと黙ってた。柵の向こうには本当に狼などおらぬのか？え？あ、はい。狼なんて動物園でも見たことないです。動物園とは何か？ああ、いろんな動物が飼われているところです。ゾウとかキリンとかパンダとか、珍しい動物がいっぱいいますよ。動物園にオオカミはいないのか？なら、その怖くないかもしれんな。狼がいたとしても動物はみんな檻に入ってますから安全です。だから安心して見学できるんですよ。それはわらわとどう違うの？え？それは確かに、そなたの言うように偉大な魔女の名前らしい。しかし、それはわらわではないのだ。わらわには魔法など何も使えぬ。わらわは、その魔女の魂をこの身に封じられているだけなのだ。外へ出てみますか？本当に狼はいないのか？いないですよ。絶対平気ですから。出たいぞ。だがいつも門は閉まっている。私が入ってきたところがあります。くぐり抜けられる隙間があるんです。そこを抜ければ外の世界があるのか？はい。狼は本当にいない？はい、いませんよ。
ここは嫌だ。外へ出たい。そしてわらわが何者で、この世界はどうなっていて、わらわは何のために生まれてきたのかを知りたい。見たい。え、何を？動物園が見たいのだ。そなたと話すと知らないことばかり出てくる。わらわは学校なるものもわからぬし、動物園も知らぬ、映画館も知らぬ、遊園地も知らぬ。そしてそれを知りたいと心の底から思う。そなたはわらわをそこへ連れて行ってくれるのか？わらわはもうベアトリーチェは嫌だ。わらわが何者なのか知りたい。ベアトリーチェではない、新しい人間を始めたい。だからここから連れ出してほしい。もう紅茶もいらぬ、ドレスもいらぬ、金蔵とも二度と会わぬ。ここよりわらわを連れ出してくれ、ローザ。
ここを降りましょう。気をつけないと危ないけど、とにかく海岸に降りて、あとは沿って歩けばもう迷わずに済むと思うの。うん、ドーサがそうするのならそうしようぞ。わらわは迷うとやらも楽しいぞ。とても愉快だ。気をつけてくださいね。結構高いから。うん、気をつけるぞ。下へ降りたら海があるね。そこに水族館があるのか。いえ、この島には水族館はないですよ。でも海にはたくさんの魚がいると思います。そうか、魚はいるのか。そなたが話してくれたクジラとかイルカとかペンギンとかはいるのか。いえ、そういうのは水族館に行かないといないです。水族館は島を出ないとないですよ。そうなのか。だが楽しみだ。クジラとはどんな魚なのか。すっごく大きな魚で、あれ、哺乳類かな。それで潮を吹いたりします。ほう、ならばイルカは。頭のいい魚で、あれ、これも哺乳類だっけ。とても頭が良くて芸とかを覚えられるんですよ。ほう、ならばペンギンはどうなのか。あれ、これは鳥類だっけ。なんだ、水族館なのにさっきから魚が出てこんぞ。まあその魚だけでなく、いろいろな海の生き物がいっぱいいるんですよ。ほほー、それはとても楽しみだ。それで崖から落ちてどうなったの。彼女はどうしたんだ。ノーザ、絨毯を広げていった。声をかけたわ、揺さぶったわ。でも彼女は返事はおろか、瞬きすらも。いいえ、まぶたを閉じることさえしてくれなかった。私が悪いのよ。彼女はドレス姿だったのよ。あんな動きにくい格好なのを知っていたのに、
私が壁を降りようなんて言ってしまったから。彼女はすごい素直だったから、私の言うことに何の疑いもせずに従って。いつまで死んでいるつもりか。いい加減に目を覚ませ。まったく、わらわの預かり知れぬところで勝手に肉塊に姿を変えよう。おめえのとこの太もも姉ちゃんとイチャついてただけだぜ。それより、これはどういうことだ。見たままよ、わらわは足を踏み外して転落し死んだ。なんだと、19人目として登場しておきながら死んだだと。ふざけるな、そんなわけはない。ローザおばさんは子供だったし焦ってた。医者がいたわけでもない。多分死んだと誤解しただけだ。お前は多分その仮死状態か何かで生きていたんだ。そうだろ。簡単には騙されねえぞ。赤で復唱できるか。確かに死んだと。どうせ生きてるんだろ。見え見えだぜ。それのどこが生きているように見えるというのか。間違いなく死んでいる。今死んだんだろうが。まさか魔法で蘇ったとか言い出すんじゃねえだろうな。すでに説明したと思うがな、そこに倒れているわらわは確かに魂はわらわだが、その体はわらわを写し尾へつなぎ止めておく肉の檻に過ぎなかった。そしてその肉の檻がこうして壊れた。それがどういうことかわかるか。もうさっぱりだぜ。好きなだけ魔女っ子と奥に興じろよ。チャカの代わりに聞いてやら。なんだ、空っぽか。おい、紅茶のおかわりを頼むぜ。ロノエ、客人が紅茶をお望みだ。おかわりですね。かしこまりました。どの程度お継ぎしましょうか。どうせチャカがボリューム満点だろうからよ、半分でいいぜ。それでも並々とお入れするのが英国式でございます。
わらわは、わらわか。ようやく金蔵の戒めから逃れられたのか。ローザ、そなたはわらわを死なせてしまったと後悔しているだろうが、わらわにとっては感謝したいくらい。それで、お前は黄金の蝶に姿を変え、森の中に潜んで魔力が回復するのを待った。ってのか？そういうことだ。そなたを嘲笑するためにこの姿を取るが、本来は蝶たちの姿でいた方が魔力的には楽なのだ。無理しねえで楽な格好で嫌がれよ。ムカつく笑い声を聞かずに済むぜ。蝶に姿を変え森に紛れたわらわを探し出すことなど、もはや金蔵には不可能なこと。だが金蔵も指をくわえているわけではなかった。しかしわらわを捕らえる方法はすぐに用意はできぬ。そのためまずはわらわをこの島から逃さぬ方法、そしてわらわが力を取り戻すことがないよう即座に手を打ったのだ。やれやれ、とにかく金蔵の執念深いことといったら想像を絶する。あれに惚れられるのもなかなかに辛いものだぞ。蝶になったお前を逃がさない方法？なんだよ、森全体に蚊帳でも張ったってのか？それを魔法的に行ったのだ。そなたは知っておるか？船着き場の先の洋上に岩礁が浮かび、そこに小さな東洋魔術の祠があることを。ああ、あれか。今年はなくなってたけどな。昔、修験者が作ってったとかいう祠なんだろ？六軒島は元来、歪みのある島でございます。魔力的な存在やそれに類した存在を引きつけます。お嬢様もそんなうちのお一人でございましょうね。紅茶のおかわりはいかがですか？いただこうぞ。それらは人間たちに害をなし、おそらく数々の不気味なる伝承を残してきたであろう。それを聞きつけた東洋魔術師が古代に設けたのがあの祠なのだ。
長い時間を経てその力は失われておった。金蔵はそれを修復することで島の結界をよみがえらせ、わらわを再び島に縛りつけたのだ。西洋魔女のお前に東洋の魔法なんて通じるのかよ。本来は相性が悪い。しかしわらわを封じたいという目的においてはある意味都合が良かっただろうな。わらわも西洋魔術であれば心得がある。どのような結界であっても何かの手が打てたであろう。しかし東洋魔術は専門外よ。わらわが飲まんとするスープに対しスプーンではなく箸を与えられたようなものだ。東洋魔術が強く支配する空間では西洋魔術はひどく力を失います。ただでさえ千日はかけたであろう力を取り戻す時間をさらにさらに長くかけねばならなかったのです。それで約20年かけて魔力を取り戻し今こうして蘇ったって言いたいのか。辛く長い年月であった。わらわは黄金の蝶の姿のまま長く日々を送り、金蔵の屋敷を見つけ奴の日常を見守った。どのように仕返しをしてやろうか、それを思案することだけを日々の楽しみに生きてきた。わらわにとって幸運だったのはその間の20年間、金蔵はわらわを探し出し捕らえるあらゆる秘術にことごとく失敗した点だったか。人間に起こせる奇跡の数などたかが知れている。わらわをあれだけ長く捕らえていただけでも十分に身に過ぎた奇跡だ。そう何度も捕らえられてはたまらぬわ。爺様が前のゲームだかで言ってたな、魔法は確率的奇跡に宿るみたいなことをよ。うん。金蔵はわらわを再び捕らえる秘術を探るうちにそこに行き着いたのだ。そして13人の生贄を捧げることでわらわを再び蘇らせる儀式をついに編み出したのだ。13人の生贄。それが魔女の秘文、生贄の歌でございます。第1の番に6人、第2の番に2人、そして第4の番から第8の番にかけて5人、合計13人の生贄を捧げる禁じられた儀式。その生贄はランダムに決められ、儀式を執り行う金蔵自身も例外にはなりません。バッカ野郎、この島で起こったあの凄惨な殺人が全部おかしな儀式だって言うのかよ。六軒島には18人いる。13人が生贄に捧げられ5人だけが生き残る。そしてわらわはよみがえる。つまり金蔵がわらわに再び会える確率はだいたい3分の1といったところか。その確率に自らの命を落とし、残りわずかな寿命の最後の一瞬にわらわとの再会を望んだのだ。そのふざけた儀式のために俺たち親族が集められたってのかよ。ふざけやがって、いい加減なことを抜かすんじゃねえ。もとより契約の通りだ。金蔵の生を終えるとき、貸し与えた黄金と、そして金蔵が生み出した財産のすべてを、わらわがもらい受けることになっておる。金蔵には散々煮え湯を飲まされたが、今となっては、この千年でも稀な時間だった。何しろ、魔女の天敵は退屈よ。
それから逃れることのできる数十年間を提供した金蔵には、なるほど、それも含めて借りがあるやもしれぬ。わらわは金蔵のゲームに乗ることにした。そしてまず金蔵は後宮家当主の指輪をわらわに返却する。わらわの黄金で復興させた家だからな。そして13人の生贄を気まぐれに決めるのだ。そしてその過程でお前たちが右往左往し、わらわに立ち向かおうと様々な人間模様を見せてくれることは、わらわにとって非常に愉快なことだ。わらわはこの金蔵のゲームを実に気に入っている。そんな魔法話は絶対信じねえぞ。じゃあお前は誰なんだ。お前は崖から転落して死んだんだろうが。魂が抜け出して蝶になって森へ。そんなのあるわけねえだろうが。だがお前はここにいる。誰だってんだ。お前こそが19人目じゃねえのかよ。そうであるな、わらわこそが19人目であろうな。だがダメだぜ、全然ダメだ。この六軒島に19人以上の人間は存在しない。なんだと。ってことは18人プラス X の X は存在しないってのかよ。俺が取ったコマ X は存在しないってのかよ。そういうことになります。実にご愁傷様ですよ。しかしお嬢様も手がお早いですな。もう少し泳がせて最後にひっくり返すものとばかり思っておりました。さてバトラ様、紅茶のおかわりはもう結構ですか。いらねえよ畜生。俺は信じないぞ。18人の中に犯人がいるわけねえ。じゃあお前は何なんだよ。どうしてここにいるんだよ。19人目が存在しないってんなら、お前は18人の誰かの変装だって言うのかよ。そなたにとってしぶしぶとではあっても、18人の誰かを疑うことが最後の逃げ道、キャスリングとなるであろうな。しかしわらわはここからが難しいのだ。そなたはなりふりさえ捨てれば18人もの人間を自在に犯人に仕立て上げられる。その18人の駒をくぐり抜け、わらわを認めさせチェックメイトに至るのは実に難しいことだ。そんなことするもんか。18人は誰も疑わない。疑いたくない。またここに追い込まれちまったのか。畜生畜生畜生。三度に及んだそなたとのゲーム、いよいよ終盤戦のようではないか。もう逃げ場はないぞ。お前の大好きな18人を疑いたくないだろう。わらわがそれをかぶってやるぞ。なのになぜわらわを拒むのか。序盤は本のように、中盤は魔術師のように、そして終盤は機械のようにさせとな。これより詰めるぞ。ゆっくりじっくり確実にな。いや、それともそなたにふさわしく一気に畳みかけるのが良いのか。そなたにはそれが似合うだろう。そうしよう。すでにそなたの苦手とする攻め方も知り抜いておるわ。